王家の姫が代々受け継ぎし厄災を封印する力、それは祈りによって目覚める聖なるもの、そう聞かされて育ちましたけれど、母が言っていた体を満たす霊力も、祖母が耳にしたという精霊の声も、何一つ私には感じられない。父には何度も叱られました。それはお前が学者の真似事ばかりやっているからだと。でも幼い頃からどんなに頑張っても祈っても、古代の神ゆかりのこの地にすがってすら、聖なる力が私を唱うことはなかった。教えてください、私には何が足りないのですか。